酒井紀子さん演じる彩香さんの職場の、アシスタントというか助手の役です。大学で心霊の研究をしております。もともと今回の、宮本役はちょっとクールというお話だったので、今までにクールっていう文字は私の中になかったので、どうしてもこう何に対するにつけ犬のように尻尾を振ってこうわーいわーいっていうのが常だったので、うっかりこうクールにやらなくちゃいけないのにポロッとそういうのが目つきとかで出ちゃったりして、抑えるのが大変ですね。とっても私はちっちゃい頃よく超能力とかこう魔法に憧れてて、ちょっと先のことが分かったらすごく楽しいだろうなって思ったことがあったので、最初本をいただいて読んだ時に、三上さん演じる里美さんにはこう新聞が届いて、ちょっと先のことを知らせてくれる新聞が届くところからこう不幸が始まってっていう物語なので、ああ知らなくてというか、そういう能力がなくてよかったって単純に思ったんですけど、やっぱり、平凡が一番幸せなんだなと思いました。はい、今回やらせていただくので、ちょっと怖いのを借りてこようと思っていくつか借りてきて見たんですけど、結局途中で怖くなって、もう掃除機かけながらとか電気を明るくして見て、全然雰囲気が分からなくてぶち壊しだったんですけど、はい、なんだろう、でもこの映画が出来上がったら一人で静かに映画館に行って見てみようと思います。とても優しくというか、まずはこう何も言わずに見守ってくれて、ちょっと怪しいところがあるとちょっとこうしてみないとか、こういろいろ教えていただいて、もう監督にいろいろアドバイスをいただきながら頑張っています。やっぱり怖いだけじゃなくて、夫婦愛だったり親子の愛情だったり、いろんな、要素もたくさんあるので、はい、ぜひ皆さん見てみてください